君たちに。やっ！
相手が悪かったな。相手が悪かったな。
やすみ、子猫ちゃんたち。知れたかな。酔いしれたかな。
みんな行くわよ。美の神髄よ。それ。
知れたかな。お疲れ様。何か依頼を達成したら。今のところ報告できる。何か依頼を達成したら。
やすみ、子猫ちゃんたち。ここが王立学園か。ほころぶ直前のつぼみたちが青春の汗と涙を流す学びや実に素晴らしいじゃない。さぞかし取りがいのある被写体が揃ってそう。これを機会に取りまくらないと。あのな、俺たちはあくまで幽霊騒ぎを調べに来たんだったの分かったのか。そこんとこ。でもなんだか懐かしいな。この学園で過ごしたのはたった1週間くらいだったけど。あ、それだけ濃い時間を仲間と過ごしたってことだろう。なんでも学園祭の劇に出演したらしいじゃないか。あ、ライアル先輩に聞いたよ。エステルちゃんたちが騎士でヨシュア君がお姫様だったんでしょ。あ、写真撮りたかったな。何？それは本当かい？おお、なんたることだ。ヨシュア君のアデ姿を見逃すとは。なんとしても彼を見つけてもう一度来てもらわなくては。ああ、感傷に浸ってるのがバカバカしくなってくるわね。そういえば試験期間だってテレサ先生が言ってたけど、まだ終わってないのかしら。ジーク、わからないけど歓迎してくれてるみたいね。久しぶり。元気にしてた？エステルさん。あ、クローゼ生誕祭以来ね。はい、そうです。あの、私クローゼ、ごめんなさい。本当にごめんなさい。エステルさんたちが大変な時に私何もできなくって、自分の力不足が嫌になります。やだな、そんなこと言わないでよ。そんな風に思ってくれただけで、あ、ヨシュアだってきっと同じだと思うから。とにかくまた会えただけでも嬉しいよ。はい、私もこうして再会できただけでも空の女神に感謝したい気分です。まったく、もう二人とも大げさなんだから。久しぶりね、エステル。生誕祭の時に会って以来かな。うん、そうだね。ハンス君もお久しぶり。ああ、そうだな。いろいろと話したいんだが、今は後回しにしておくとするか。遊撃士の仕事で来たんだろう。学園長のところに案内するよ。
なるほど、ルーアン地方の各地に現れる白い影が。はい、そうみたいなんです。そこでギルドとしては学園内の調査をしたいんだが、生徒への聞き込みを含めて許可してもらえないか。いや、そういうことであればこちらからもお願いしよう。その白い影の正体がどういうものかはわからないが、選挙にも影響を与えていると聞いては放ってもおけんだろう。ありがとうございます。それで学園で白い影みたいな怪しい噂が流れてたりしませんか？いや、私のところに報告は来ていないな。生徒会の方はどうだね？みんな相談に来るような余裕がなかっただけかもしれません。なるほど、ありえるな。どういうこと？王立学園の定期試験は進級のかかる重要なものですから、たとえ何かを見た生徒がいたとしても、とりあえず考えないようにして勉強に集中してしまうかもしれません。確かに俺でもそうするね。目の錯覚にこだわるよりも一つでも多くの数式を頭に叩き込みたいところだ。へえ、そういうものなんだ。ほえ、最近の学生さんはとても頑張り屋さんですね。だけど今日で試験期間も終わって、みんな開放感に満ち溢れている。そういった噂が出るとしたら、まさに今日からなんじゃないか。怪談めいた噂が広まったら、どれが真実かわからなくなる。目撃者本人から話を聞くには今がちょうどいいかもしれないね。早速学園内で調査を始めるといいだろう。ジル君、ハンス君、クローゼ君も協力するといい。はい、わかりました。とりあえず調査をするならどこか拠点があった方が良さそうね。何か情報が入るかもしれないし、生徒会室がいいんじゃないかしら。サンキュー、助かるわ。さてと、これで役割分担は決まりね。まず私とアガットさんは職員室で先生方への聞き込み。続いてその他職員方への聞き込み調査も行います。おう、よろしく頼むぜ。ハンスは資料室で過去に似たような事件がなかったかどうかのチェック。了解だ。エステルとクローゼは生徒たちへの聞き込み調査。オッケー、わかりました。ドロシーさんとオリビエさんは感性の赴くままに学園内を散策。芸術家ならではの直感で何かを発見してみてください。任せたまえ。頑張っちゃいますね。各自夕方までには調査を終わらせて戻ってくること。それでは解散。学園祭の時もそうだったけど、相変わらず見事な手並みね。普段はおちゃらけてるけど、さすが生徒会長なだけはあるわ。将来はメーベル市長みたいな政治家になりたいんだそうです。10年早く生まれていたら
今度の市長選にも立候補するのにって本気で悔しがっていましたから。それはすごいわね。そういえばジルたちってクローゼのことどこまで知っているの？ほとんど全部知っていますよ。入学して半年くらいで二人に見抜かれてしまいました。他に私が王族であることをご存知なのは学園長だけです。そうなんだ。それにしちゃ二人ともクローゼに対して自然に付き合ってるわよね。はい、エステルさんみたいにみんな大切なお友達です。ちょっと照れるわね。さてと、学園内を回ってみんなから話を聞いてみよっか。試験期間中何か変なことはなかったかって聞けばいいよね。はい、そう聞いた方がみんな分かりやすい。あと寮に帰ってしまった生徒からも聞いてみた方がいいかもしれません。うん、オッケー。それじゃ聞き込み開始。よう、お二人さん。うん、始めたばかりだ。資料の方はどうですか？そんなに多くないから大して時間はかからないだろう。それより聞き込み中に悪いけど少しだけ時間をもらえないか？あ、うん。ヨシュアのことだよね。詳しいことは知らないけど、あいつ行方不明なんだってな。うん、でも心配しないで。自分からいなくなっただけだから家出みたいなもんだと思うし。
あいつと一緒にいたのは1週間くらいだったけど、俺たち妙に気が合ってな、いろいろなことを話したもんだぜ。エステルの家に来てからのことも結構聞かせてもらったよ。そうなんだ。ちょっと恥ずかしいな、私おてんばだったし。で、それは今でもそうだけど心温まるエピソードをいろいろと聞かせてもらったよ。ただな、それ以前の話は全く聞いてない。一度ロレント以前の話を何の気なしに尋ねたんだが、その時のヨシュアの目、今でもはっきり覚えているよ。一瞬だけ瞳が暗く濁って、感情がプツリと切れた音がした。あいつのことだからすぐに笑ってごまかしたけどな。事情は知らないけど、ヨシアがいなくなったのはそのあたりが原因なんだろう。うん、多分そうだと思う。やっぱりそうか。寝る前にさ、その日あったことをお互い話したりするじゃないか。劇の練習きつかったとか、今日のランチはうまかったとか。あいつそういう時にはいつも眩しそうな表情をしてさ、まるで手の届かない宝物を眺めているような。それでいて届かないことが当然だと納得しているような、そんな顔をしていたんだ。よっしゃ、届かないなんて本当バカなんだから。エステルさん。なあエステル、付き合いの浅い俺なんかが立ち入るのもなんだけどさ、ただこれだけは頼んでもいいか。え？あいつと会えたらもう二度とあんな表情をさせないでやってくれ。届かないだなんて、そんなバカな話があるもんか。あいつには俺たちと同じように心から笑ったり恋をしたりバカな、そうだろ？ハンス君、うん、そんなの当たり前よ。ひっぱたいてでも目を覚まさせてやるんだからエステルさんたら。でもそのくらいしないとヨシアさんにはわからないかもしれませんね。なあ、まったくだ。はあ、ちょっとすっきりしたぜ。すまん、時間を取らせたな。聞き込み続けてくれよ。うん、わかった。ハンス君もよろしくお願いします。あれ、ドロシー、こんなとこで何してるの？食堂の風景を撮ってるんだ。すごく可愛く撮れたよ。えへん、ダメだこりゃ。これはこれはエステル君。どう、オリビエ。
聞き込みの方は進んでる？その件はドロシー君に任せてあるよ。それよりも女生徒の寮があると小耳に挟んだもので、ね、取り急ぎそちらを探しているところなのさ。まあ女子寮を？そんなとこ探してどうすんのよ。まあなんとなく察しはつくんだけど。分かりきったこと。乙女の信条を守護するため今すぐに馳せ参じるのさ。はあ、やっぱりそうきたか。予想通りの行動ですね。危険極まりない。魔の手が伸びてからでは遅いからね。おっと、そうだ、時にエステル君、君は以前この学園に滞在したことがあるそうだね。もしよかったら寮まで案内してはくれないかい？今ちょっと忙しく。こいつに寮の場所を知られる方がよっぽど危険だわ。それがなんで今さら国元への帰省になるのかしら。フラッセ、どうか落ち着いてください。いいえ、聞きませんわ。今日こそ言わせてもらいます。ようやく試験も終わり、さあ旅行だと思った矢先に、どうして帝国行きの往復チケットが届くの？あなた、ジーヤと共謀して私を騙すつもりだったのね。割り込めない。少し様子を見ましょうか。あの、ですからフラッセ、何もおっしゃらない方が身のためだと思いますよ。身のため？身のためですって？付き人の分際でよく主人にそんな口が聞け。何かご用ですかしら？うん、お取り込み中ごめんね。今とある事件を調査しているんだけど。なるほど、
の件の調査に来られたのですね。レイナ、やめてちょうだい。私、思い出したくないの。何かあったの？ええ、実試験期間中に怪しいものを目撃したんです。具体的に申し上げれば。レイナ、詳しい話をお願いしたいわね。私からお話しいたします。よろしいですね、フラッセ。買ってみなさい。あれは試験前日の真夜中のことで、突然窓の外に誰かいる。いかにも階段って感じね。窓を覗いてみると、確かに校舎の上空に人影が見えました。風に吹かれていたのか。やがて人影は校舎の裏手へ隠れてしまいましたが、けれども本当に大変だったのは、その怯えてしまったお嬢様が私のベッドに潜り込んできて。そこまで話す必要はないでしょう。プライベートは結構よ。あら、そうですか。残念です。これからが面白いのに。証言を整理させてもらうと、人影は校舎の上空に現れて校舎の裏手に消えたってことね。ええ、その通りです。お役に立てました。うん、それだけ分かれば十分。有力な目撃証言ですね。そうね、早速手帳にメモしておくわ。今の話ですっか。フラッセには高貴な。物を見たとか、怪しい物音を聞いたとか、気になったことなら何でも。おかしなも、まったく嫌なこと思い出させるな。何かご覧になったんですか？ああ、これはまだ誰にも話してないことなんだが、実は俺、怪しい人影を見ちまったんだ。話を聞いていい？ああ、構わないぜ。俺、家に帰る前に校舎裏をブラブラしてたのさ。試験中は人気がなくて、すごく気分がいいからな。で、そろそろ帰ろうと思って裏門のあたりまで歩いてきたら、白っぽい色をした人間がふわふわ宙に浮いてたんだよ。間違いなく人の形をしてたぜ。な、白っぽい人影か。他の証言と一致するわね。で、その後はどうなったの？そいつ裏門の方に飛んでいっちまってよ。そのまますぐに見えなくなっちまったぜ。なるほど、裏門の方に消えたわけか。
うん、この話は手帳にメモしておいた方がいいわね。ええ、貴重な証言ならもうさっきからはあっと、ごわざわざま、なんだか知らないが。こっちはクローゼさん、試験の出来はいかがでした？まあそこそこです。それよりパトムさん、少しお聞きしてもよろしいですか？はい。変な出来事ですか？思い当たる節があるといえばあるのですが。あ、確かなことが分からなくてもいいのよ。とにかくあったことをそのまま教えてほしいの。そういうことなら、実はですね、空を飛ぶ人影を見たんですよ。その時の様子を詳しく話してくれない？ええ、試験中の夜のことです。僕は教室に残って勉強をしていたんです。ふと窓の外で何かが動いた気がしたんです。風が入ってきたのだと思い、窓を閉め直しに行ったところ、外に白っぽい人影が浮かんでいたというわけです。白っぽい人影か。それでその後も、残念ながらすぐに見えなくなってしまいました。ほとんど真東の方角に消えていったと記憶しています。東ということは校舎裏の方に消えたわけですね。うん、そういう、でもそれにしても嫌にはっきり覚えてるわね。ええ、興味深い現象でしたからね。後で研究しようと思って簡単なメモを取っていたんですよ。研究？パトムさんは理系クラスの生徒ですから。あはは、そういうことか。お役に立てたでしょうか？うん、とっても。早速手帳に。パトムさん、いえ、おやす。何か変なこと、気になったことならどんなことでもいいぜ。それにしてもアガットさんってたくま、線の細い、調査を始めたようだね。クローゼ君も早速お手、はい、私たちの学園に勝つ生徒の一人として何か必要、私たちも助力。
聞き込みは進む。こっちの調資料も。絶対やんない。気になったことなら人捨てにそれらしどんなさ。あらお二人さん、こっちは私たちがやるから。生徒さあ
聞き込みはこっちの調資料も。絶対やんない。生徒たちは教室か寮にいるはずです。学園内の聞き込みを続けましょう。フラッセにはもっと泰然とした態度を学んでいただきたいものです。高貴な血筋の生まれでも小心者では軽い。フラッセにはもっと高貴な血筋の。今の話。はあ、前のことなのにとても懐く。うん、あれから本当にいろいろなことが。済ました顔でお姫様をやってたヨシアはいなくなって、今私たち二人だけでこの舞台にいる。なんだか不思議な気分かも。そうですね。ねえエステルさん、一つ白状してもいいですか？え？私、ヨシアさんが好きでした。初めて会った時からとても引きつけられるものを感じていたんです。
そっやっぱりね。そんな気はしてたんだけど、最後のキスシーンなんてすごくドキドキしたんです。エステルさんに申し訳ないと思いながらも、演技に熱が入ってしまって、振りじゃなくて本当に唇を奪いそうになってしまいました。そうなんだ。フローゼって意外と大胆っていうかユリアさんによれば、私の行動にはいつでもあの時、ダルモア市長がエステルさんに銃を突きつけた時、ヨシアさん本当に怖い目をしていた。どれだけエステルさんのことを大切に思っているか分かりました。それでこれは見込みがなさそうだなって諦めたんです。私が言うのもなんだけど、諦めるのは早いんじゃないかな。クローゼと私じゃ正直勝負になんないと思うし。もうエステルさんって本当にそういうことに疎いんですね。自分がどれだけ魅力的かいまいち自覚してないんですもの。なんだかバカにしてるでしょう。エステルさんのそういうところが大好きですし、多分ヨシアさんも同じだったんだと思います。その意味では私とヨシアさんは似た者同士なのかもしれませんね。あ、言われてみればちょっとそんな感じがするかも。頭が良くて礼儀正しいところとか涼しげなところとか、だから最初お似合いだとかヨシアをそそのかしたんだけど、私は先生たちと出会うまで孤独な日々を過ごしていました。多分ヨシアさんもエステルさんと出会うまでは同じだったのかもしれません。私とヨシアさんが違うとすれば、それは強さだと思います。強さ？おばあ様は次期国王に私を指名しようとなさっています。状況を考えるとそれが最善だとは思いますが、だけど女王になれば大きな権力と責任を持つクローディア・フォン・アウスレーゼとして生きていくしかありません。こうして友達と気軽に話したり、先生に甘えたり、あの子たちを抱きしめてあげることもできない。それが怖くて、そして孤独に戻る怖さを感じてしまう自分が情けなくて、いまだにおばあ様にはっきり返事ができていません。クローゼ、その点ヨシアさんは私なんかよりも強いと思います。誰よりもエステルさんから離れたくなかったはずなのに、それでもエステルさんを自分の事情に巻き込まないために姿を消したんですから。確かにヨシアは強いよ。でもそれは間違った強さだと思う。え、一国を治める女王様だもん。クローゼが悩むのは当然だよ。不安に思うのは当たり前だし、思わなかったらおかしいと思う。そんな風に悩んでそれでも答えを出そうとしているクローゼだからこそ、私は女王様にふさわしいと思う。エステルさん。だけどヨシアは悩まなかった。悩みもせずに、さも当然のように私たちの前から姿を消して、私ね、それが一番許せないんだ。エステルさん、そうですね、ちょっと許せませんよね。女の子の気持ちを何だと思っているのかしら。私クローゼと友達になれて本当によかった。ここまで本音で話せる人ってなかなかいないと思うし私もです。
恥ずかしいことばかり語ってしまいましたけど、誤解しないでくださいね。私、ヨシュアさんのこと今ではそんな風には思って…ああ、いいっていいって。好きっていう気持ちが抑えられるものじゃないって私にもようやく分かったし、それにこういうのもなんだか青春っていう気がしない？もう、エステルさんったら…気持ちが残っていないといえば嘘になりますけど、それ以上にお二人のことを応援したい気持ちが強いというか。うんうん、分かってるって。さてと、すっかり話し込んじゃったね。生徒への聞き込み続けよっか。あ、そうですね。夕方になる前に回り切ってしまいましょう。時間なんだ。一通り生徒から話を聞きましたし、一旦生徒会室に戻りましょうか。うん、そうね。みんなの情報を照らし合わせて何か見えてくるといいんだけど。それじゃあ一旦各自報告をするとしましょう。各職員から話を聞いてみたが、用務員が学園の敷地内で怪しい人影を目撃したらしい。旧校舎に通じる裏門のところでいきなり消えちまったそうだ。他の先生方はテストの準備で忙しくて特に気づいた人はいなかったみたい。学食のおばさんと受付のファーナさんからも大した情報は得られなかったわね。なるほど。私たちは3人の生徒から気になる証言を聞いたんだけど、どの証言も校舎の裏手、すなわち旧校舎が鍵になっています。偶然にしては気になる符号ですね。それじゃあ私の成果を発表し、生徒職員の方々を30枚、学園内の風景を50枚も撮りました。どれも可愛く撮れたと思うよ。僕の方も残念ながら大した収穫はなかったよ。リュートを演奏したら可愛い子猫ちゃんたちがいっぱい集まってきたけどね。もう2人とも全然調査になってないじゃないの。あんまり期待もしてなかったけど。最後は俺か。過去の資料を当たって同じような事件がないかどうか。この学園、建物自体は新しいから怪談めいた話は意外と少なくてね。それも大体が旧校舎に集中してたよ。どう考えてもその旧校舎ってのが怪しいな。一体どういう建物なんだ？裏門の奥にある築数百年の古い建物ですよ。20年前まで使われていて、こちらの新校舎が建造されてからは閉鎖されているんですけど。あれ、学園祭の時には旧校舎の中に入れなかったっけ？あの後魔獣が入り込んだりして危険だから
裏門が施錠されたんです。2、3ヶ月は放置されたままだと思います。数百年前の石造りの建物か。亡霊が住み着くにはぴったりのロケーションだね。正直気は進まないけど、他に手がかりもなさそうだし、今日はもう遅いから明日の朝にでも調べてみない？おや、エステル君、どうして遅いことがあるんだい？だってもうすぐ夜だし、魔獣もいて危険かもしれないし、昼間ですら薄気味悪いのに夜なんかに入った日にはそれがいいんじゃないか。肝試しといえば真夜中、幽霊の正体をつかむのにこの上ない時間帯と言えよう。うんうん、やっぱり心霊スポットの取材に夜は欠かせませんよね。あ、エステルさん、どうしたんですか？うん、窓の外に何か見えたような、白っぽい影だったからジークだと思うんだけど、白い影。エステルさん、どうなさったんですか？はい。テルさん、エステル、来て。あれ？あ、エステルちゃん。よかった。目を、気分はどうですか？うん、悪くないけど。ここ女子寮よね。どうしてこんなところで。あ、私窓の外に白い影を見て、それで、はあ、やっぱり幽霊を見たわけね。エステルさん、その白い影というのは、うん、古めかしい衣装を着た仮面をかぶった男の人で、白くてぼーっと光りながら空中校舎の方に飛んで行っちゃった。ふえー、ずいぶん楽しそうな幽霊さんだね。各地で目撃されたという白い影の証言と同じですね。それにやっぱり旧校舎か。ドンじゃないわよ。え？幽霊だかなんだか知らないけど上等じゃない。ふざけた格好で人を脅かして気絶までさせてくれちゃって、この落とし前絶対につけてやるんだから。お、落とし前って。エステルちゃん、幽霊苦手じゃなかったの？私が幽霊が苦手なのはいるのかどうかわからないから。こうして目撃しちゃった以上今さら怖がるもんですか。二度と化けて出てこないよ、とっちめてやるわ。たくましいというか、ずれてるっていうか。ほらよ、先生から裏門の鍵を借りてきたぜ。張り切るのはいいが、調子は大丈夫なんだろうな。もちのろんよ。とっとと旧校舎を調べて幽霊をとっちめなくちゃ。そうかエステル君も本領発揮といったところだね。さてと、早速肝試しと行こうか。魔獣がいるかもしれないから、ある程度武術が使える人間に絞った方が良さそうだね。ああ、もちろんだ。
カメラマンの姉ちゃんはともかく学生たちには遠慮してもらうぜ。分かってますって。足引っ張りかねないし。何かあった時のためにここで待機してますよ。あのアガットさん、私も同行しても構いませんか？おいおい姫さん、あんたあまり軽率なことはしない方がいいんじゃねえのか？孤児院の子たちが見ていますし、個人的にも放っておけません。それに以前旧校舎には何回か入ったことがありますから、お役に立てると思います。ち、仕方ねえな。まあんたの腕なら同行するには十分すぎるか。くれぐれも無茶すんなよ。はい、肝に銘じます。よし、これで決まりね。それじゃあ幽霊を捕まえに旧校舎に行くとしますか。おー、これが旧校舎か。なかなか本格的じゃないか。さぞやゾクゾクさせてくれるに違いない。ふふふ、鳥肌が立っちゃいますね。全然怖がっているように見えないんですけど。エステルさん、扉の前に。これってカード？何か書いてあるけど。招かれざる訪問者よ、我が仮初めの宿へようこそ。千年の呪い、恐れぬならば我が元に馳せ参じるがよい。第一の呪いは大広間に。うつろなる炎を目指せ。なんだってんだ。ひょっとしたら発火現象かも。ポルターガイスト現象などで時々起こるらしいけど。ずいぶん挑戦的な幽霊だね。僕たちに謎かけをしてきたか。上等じゃない。生きてる人間様をなめるんじゃないわよ。強がりもそこまでいけば上等だ。それにしてもうつろなる炎を目指せか。多分大広間はその扉を入ったところにある大きな玄関広間だと思います。調べてみる必要がありそうですね。